原爆ドームは今たくさんの足場で囲まれています。保存状態について細かく点検しているのです。ドームは戦後ずっと放置されていました。やっと保存が決まったのは昭和41年。被爆から21年もかかったのです。それは保存に反対する人たちがたくさんいたからです。当時浜井広島市長も反対でした。取り壊した方がいいと主張する報道もありました。そのことをどう思いますか？お金がかかるし大変だなと思います。意外な感じがします。無理解な人たちがたくさんいたんだなって思いました。反対した人たちは本当に無理解な人たちだったのでしょうか？被爆70周年の今年、原爆ドームは100歳を迎えました。100年前の大正4年、ヤン・レッツェルという建築家が設計し、広島県物産陳列館として誕生しました。ヨーロッパ風の美しい建物で、市民の誇りとも言うべき存在でした。牛田中で教師をされていた増田先生は、小学校の時に遠足で行かれました。非常にモダンで、そして何と言うんですか、周りに広島にはないような非常に斬新な西洋風の非常に素晴らしい建物だった。映像作家の田辺正明さんの家は産業奨励館のすぐ東隣にありました。8月6日、ドームの上空600メートルのところで原爆が炸裂しました。原爆の2日後、疎開先から帰ってきた田辺少年は、焼け野原になった町と崩れかけたドームを呆然と見ました。その瞬間、人間の頭蓋骨ね、首から上、肉とかそういったものがなくなって、本当に骸骨、これに見えたね、怖かった。と同時に、もう両親は生きてないなと。原爆は田辺さんから家や家族を奪い、放射能も浴びた田辺さんは苦労を重ねます。何度自殺を考えたかわからん、辛くて。何の罪もないのに、母と弟は今も原爆ドームのすぐそばの地面に今も眠ってる、行方不明のままね。しかも骨とかね、そういう形をとどめないで粉末状になってね、地面の約1メートル下に今5000人ぐらい眠ってる。そこで春になったら、この間そうだったけど、花見をするよね、市民が。そういうね、悲しみの地面の上で花見をするっていう神経はどんなもんだろう。君も君の友達もあそこで花見だけはしてほしくない。誰一人被爆者を今踏みつけてるっていうことを考えてるのがいるかな。いたら来られないよ。ドームの保存をめぐって議論が続いているとき、どう思われていましたか？原爆で家族とかそういったことを失った人は、あれを見ることでとても辛くなる。まして僕のように隣に家があったらね、あまりにも変わりすぎた姿に早く崩れてほしいと心から思ってた。原爆を落ちさえしなければ母親も死ななくて済んだと。にもかかわらず原爆が落ちたと。しかもドームがあばら骨だけのようになった、骸骨みたいになったドームを見るたびにそれを思い出すと。ドームを見ることは非常に私としてはつらいと。だからなくした方がいいと、その当時はそういうふうに自分では思ったわけです。あれを見るとね、もう思い出しなんかな、あんなものいらんと。保存に反対したのは多くの被爆者の方々でした。あの日の悲惨な出来事を思い返してしまうドームは、見るのも辛い存在でした。はい、辛かったです。しかし見るのも辛いドームは、人々の心に大きく訴える力があることも事実です。
二度とこんな悲惨な出来事を繰り返してはならないとの思いで保存に向けて力になったのもやはり被爆者の方々でした。原爆を落とした国も人も憎んだと思うし、ドームを見たくないと思ったとも思います。21年もかかった時間の意味というか重さが分かりました。そして昭和42年広島市は永久保存を決めました。第1回の保存工事を指揮したのは二口正二郎さんでした。たくさん職人がおるわけですからね、本当やかましく言ってるけど破壊につながるようなことにね気をつけて、そういうことのないようにせんで、もうみんなちょっと触ったら落ちるようなのが多いかったわけですよね。壊れかけたその状態で残す工事、それはとても困難な仕事でした。触れただけで動く壁、足場にテントをかけ雨の日も作業をし、週末も返上して工事を進めました。そして1996年ドームは世界遺産に登録しました。今はドームについてどう思われますか？自分の辛い人生と原爆ドームが辿ってきた経験ね、立派な建物としてできたんだけど原爆により全て変わり果てたわけでしょ、なんか同じような気がしだしてね、私はもう人生はあとわずかで、朽ちる。ところがドームは物言わぬ証言を伝えてほしいと、そういうなんかね祈りみたいなもんが今ある。早く崩れてほしいと思っていたドーム、それを歴史の証人としていつまでも残したいという気持ちに変わられたことに私たちはびっくりしました。それもドームの持つ大きな力なのかもしれません。これまで私がお話ししたことを聞いてあなたはどういうふうに感じましたか？知るということの大事さに気づきました。そしてその知ったことを伝えていくためには自分に何ができるのか考えていきたいと思いました。広島に住む一人としてその答えを見つけていきたいと思うのです。